皆さんこんにちは。今回は梅の木の剪定の第3弾としてナンバー13で扱った梅の木のその後を見ていただきながら、中ぐらいの枝を切り戻す中透かしについて触れたいと思います。この木は豊後梅で、7年前に植え込んだものです。豊後梅は成長がとても早いので、徒長枝などをうまく処理しないとすぐ大きな暴れた木になってしまいます。このお宅では年に1回しか手入れしませんので、大きさを保つのはなかなか難しいです。この動画から3年、植えてから10年になります。庭木っていうものは誰がどんな風に切っても、切ったその場は大抵はそこそこさっぱりします。飛び出ていたものを切り詰めるのですから、枝先が揃ってきれいになるのは当たり前です。大抵の人はそのさっぱり感に満足してしまい、その木が来年あるいは3年後10年後にどうなるかなんてあまり考えはしません。毎年出たとこ勝負の剪定になります。ご自分の庭を自分で趣味でいじるのでしたらそれで構いませんが、プロの植木屋はそれではいけないと私は思っています。たとえ年に1回しか手入れしない木であっても、その木の健康や状態を維持できなければ植木屋とは呼べません。木を切り終えたその瞬間が完成なのではなく、数年後の状態を見て初めてその数年前の手入れが正しかったかどうかがわかるのです。なので私は時間があるときはなるべく記録するようにしています。そんな中でよく思うのは、やはり樹勢というのは木の頭の方に集中するようにできていて、それを意識しながら手入れをしていてもやはりどうしても頭は重くなっていくのです。なので 3,4 年に一度は中透かしを行って樹勢を調整します。毎年ただ枝先をなぞっているだけでは良い木にはなりません。ただし思いつきでバッサリやらずに計画的に、また切るときは十分考えて吟味してから行います。今回の中透かしの目的は木の高さを抑えることと、右側の崖の方にこれ以上枝を伸ばさないことです。この剪定の翌年5月に状況を確認しましたが、それほど暴れてもいないし枯れ込んでもいないので、この中透かしは成功したと思います。剪定作業を始める前にまず木の状態をよく観察し、今回の剪定の計画を立てます。この徒長枝の伸び方はナンバー13でご紹介した時の状況とよく似ていますね。このような強い徒長枝を出す枝は決まっていて、何度切り戻してもこのような枝が出てくるものです。かといって徒長枝をすべて取り除いていると木が弱りすぎてしまったり、逆に樹勢の行き場がなくて胴吹きといって幹から直接徒長枝を出すようになってしまいます。そうなると美観も悪くなりますし剪定もしにくくなりますので、徒長枝が出てくることを承知でその枝もある程度は残して切りやすい位置に収めておくというのが良い手段なのではないかと思います。ここにあるような小枝に切り戻しておくというようなことは常に行いながら強い枝をセーブしていきます。豊後梅が強い徒長枝を出すのは仕方のないことですので、出させていなすというような付き合い方が良いのではないかと思います。ここも徒長枝を切り詰められた部分からまた徒長枝が出ている状態です。何度かこのようなやり取りを繰り返すことにはなりますけれども、何年かそうしているうちに小枝がだいぶできてきますので、そしたらそこまで切り戻すと良い木の形になります。この部分も多分3回ぐらい強い枝と戦っているところですけれども、だいぶ小枝ができてきていますので、こういう小枝に切り戻してやるというでしょう。この徒長枝を今回も途中で詰めたりしていると、いつまで経っていても落ち着いた枝ぶりになりません。
こういう木の内部にある海枝、立ち枝とか逆さ枝は後で取りましょう。こういう枝を放置しておくと太くなって後で困ります。大まかな剪定計画がイメージできたら剪定を始めます。数本出ている徒長枝をまとめて小枝まで切り戻します。少し強めの剪定です。強い枝をあまり増やしたくないので、この徒長枝は根元で切り取ります。この徒長枝は細くてそれほど強くないので切り詰めにとどめます。立ち枝になっている徒長枝は元で切り取りますけれども、右下に向かっている徒長枝は次の世代の枝作りのために今は取っておきます。3年前にも同じような感じで出ていたこの徒長枝、今回はどうしましょうかね。今回は切り詰めではなく小枝のところまで切り戻しましょう。これも勢いの強い枝ですね。小枝がだいぶ充実してきたので、今回は少し強めにここで落としましょう。まあこの辺の剪定につきましては前回も説明していますので、今回は端折りましょう。ある程度大まかな剪定を終えて宙づかしを行うところから見ていただきます。ここなどはもう一段下の枝のところまで切り戻しても良いのですが、大事な部分の枝なので今回は一段上でとどめておいて、次回もう一段切り戻すことにしました。将来的にはここまで切り戻すつもりであっても、確実にその枝が残るかどうか不安な場合はもう一段上で詰めておいて様子を見てから最終的に切り戻します。切るのはいつでもできますが、失った枝は取り戻すことができません。この程度の太さで切るのも宙づかしだと思います。皮がむけないように両側から刃を入れます。普通は切る枝をちゃんと左手で支えますけれども、今は左手にカメラを持っているのでちょっとやりづらいです。おっと危ない。セーフでした。この頭の部分の中から一枝を抜きます。あなたならどれを抜きますかね。目星はつきましたか。では行きますよ。こうなりました。この状態から一枝抜いただけです。これが宙づかしです。この一塊を落としたわけです。樹種によっては 4,5 年に一度はこのように少し粗漁師をして樹間を調整します。このようにノコギリを使うような太い枝の剪定はなるべく少ない箇所にとどめましょう。いっぺんに強い剪定をするのは木にとってもよくありません。計画的に間引いていればそれほど太い枝で切る必要はないはずです。今回はナンバー13の続編と一歩踏み込んだ宙づかしについてご説明しました。
この次の年、つまり今年の7月の手入れの動画をこれから流しますが、解説はいたしません。お時間のある方はどうぞご覧ください。ご自分の好みの再生速度で見ると少し見やすいかもしれません。凝視して酔わないようにお気をつけください。
最後までご視聴ありがとうございました。